ちにお越しくださりありがとうございます。いやいや、ちょっと今日告知事がいろいろあるんですけども、とりあえず緊張するので先に歌ってしまいたいと思います。皆さんをドキドキさせてしまうので、今日ヨネちゃんのリアルバースデーですね。44歳になったみたいですが、はい、ヨネちゃんとの出会いはヨネちゃんが18歳の時、オーディションの私は審査員をしててヨネちゃんが合格をして、その時にすごいウィーンって泣いたんですよ、ヨネちゃんが。私それ見てちょっと引いて、大丈夫かなこの子、ちょっと変な子を対応しちゃったかなって不安になるぐらいビーンって泣いてて、あの私アルシアのオーディションに一回落ちて、それでもうダメだと思ってたっていう余計な情報を私にこうあの泣きながらくれたのが思い出なんですけども、はい、そんなヨネちゃんがプロレス少女にだったヨネちゃんがプロレスラーに、合格した、そういう ところに立ち会えて本当に良かったなと今でも思っています。ということで今日はプロレス少女のブルースを歌いたいと思います。Bye.
ありがとうございます。オリジナル曲のプロレス少女のブルース。